ブチャラティは仲間たちに新入りのジョルノを紹介するため、チームメンバーたちがいる隠れ家に向かった。メンバーは全員スタンド使いでチームの仲間ではあるが、その能力の真の力はかなり信頼されてなくては見せなかった。昨日話した新しい仲間を連れてきた、ジョルノ・ジョバーナだ。ジョルノ・ジョバーナです。よろしくお願いします。お前らも知ってると思うが、先日自殺したポルポには6億円の隠し財産があった。ポルポが死んだから自動的に金は我らのものとなった。俺はこの金を組織に納めて幹部の座を手に入れる。ブチャラティインカネ。ペリーコロさん、わざわざお越しいただいてありがとうございます。それより連絡の時言っていた組織に納める金6億は本当にあるんじゃろうな。はい、ちゃんとここに。うん、いいじゃろう。ブチャラティ、君を幹部の地位に昇進させよう。ところで君に早速じゃが仕事をしてもらいたい。ボス直々の命令なんじゃ。ボスですって。このボスの娘を命を懸けて護衛すること、これが仕事じゃ。彼女の名はトリッシュ・ウナ。当然断っておくが、ボスの名ではない、母親のせいじゃ。トリッシュは組織の裏切り者に狙われている。奴らはボスを倒して薬のルートの縄張りを乗っ取ろうとしている。奴らはこのトリッシュからボスの秘密を聞き出そうとしている。あと敵は全てスタンド使いと考えていいじゃろうな。詳しい指令はボスからの通信が来るから、それを見てくれ。とにかくわしが役に立てるのはここまでじゃ。あなた。え、俺？ええ、あなた買い物してきてくれない？ストッキングの替えとジバンシーの2番の褒美に、それとミネラルウォーターとイタリアン防具の今月号もお願い。よし、じゃあナランチャ、お前が買い物に行ってくれ。僕はこいつに買い物行かせんのは心配です。尾行されるかもしれません。尾行されねえで帰ってくりゃいいんだろ、フーゴ。じゃあ行ってくるぜ。おかしい、なんかおかしい。別に追ってくるような車とかは見えないんだけど、なんか妙な感じだ。しょうがねえな、いつまでもよ。一体どこへ行こうとしてんだよ。なあナランチャ。なあナランチャ、どこへ向かってんだよ。さっきからよ、誰かに尾行されてんのかお前。なんだてめえ、どこにいた。おいおいおい、怖いな。しょうがねえな。質問を質問で返すなよ。礼儀に反するってもんだぜ。俺の名はオルマジン、組織のメンバーだ。いろんなことをおめえに喋ってもらうぜ、ナランチャ。てめえぶっ殺す。行くよ。
ちだ。この近い射程距離なら俺のスタンド能力の方が素早いからな。かもな。来い、ナランチャ。リトルフィード。うわ、しょうがねえな。たかが買い物に来んのもよ、楽じゃなかっただろう。え、ナランチャ、これからはもっとしんどくなるぜ。てめえらは、買い物してこいって命令。金も品物も全部燃えちまった。